嘘、まつげ上がってる？今からあげようと思ったけど。今日は朝モーニングに行って、友達のバイト先にご飯食べに行って、カフェに行ってちょっと買い物して帰ってきました。あとは今日のこのブラウスはちょっと前に買ったおみゆのものです。かわいいよね。でちょっとずっと言ってた穴あけパンチを見つけたので、ちょっと今からやってみようと思います。今って見つけました。どれだっけな、はい、これだけ歌の資料が、あ、見えちゃう、あるので、ね、久しぶりに使う大学以来、リングファイルもちょっと詰めながらやりながら思います。こんなしっかりしてるもの、楽譜ね、ちゃんと読めないと思って、そんなスラッと。こうしたいね。このさ、どうしたら見やすいかな。こうした方がいいよね。こうした方がいいよね。この見開きの方がいいよね。こうじゃなくて。します。では半分にちょっと印をつけます。どうやってやるんだっけこれ。全然どこに開くか分かんないんだけど。あ、見えちゃう見えちゃう。全部楽譜だよ。なんか穴開ける方法逆になりそう。とりあえず1曲ずつやっていくか。逆になったら逆になったよね。もうそれは仕方がないさ。では
たいと思います。1個目いきます。開きました。本当に今やることじゃないけど、喋りながらできないと、やらないとできない。いけました。こうですね。この歌は出ました。みんなは今日何してました？寒いけど暖房ついてる。一応今日はめっちゃ寒いよ。付箋だな。こういう時に付箋を貼るんだよ貼るんだよ。どの曲か分かるように付箋を貼っていきます。紫にしようかな。これは M2 って分かるように貼っていきます。仕事、ドライブ、図書館、さっき起きました。ドラマ。明日の朝も寒い、マジ寒いとね起きちゃう。なんて読みますか？郡上八幡って読みます。なんて打ったのそれ逆に？コピペ？でしたのかい。昨日も話したと思うけど、そう郡上に行ったのね。郡上のご飯食べた写真、ご飯食べたっていうかご飯の写真もあるから私は写ってないけど載っけますね。氷が紙やだむずいよね。でも付箋全部同じ色の方がいいかな、それとも違う色の方がいいかな、どう思いますか。とりあえず開けていくわ。やんないといけないこといっぱいで、ちょっと違う方がいい。カラフルってこと。カラフルまではいかないけど何色かに分けた方がいいと思う。
色で曲分ける感じ、もうほぼ全部曲違うんよ、曲違うんよな。パンチはあることしてたんだけど、ファイルを買ってなくて、ファイルどうしようと思って、今日買ってきて、これはこうですね。繋がってるのもあれば、楽譜と台本は別、全くの別です。なんか台本に歌詞は書いてあるけど楽譜は書いてないって感じです。私はちゃんとね、ドレミファ書かないとね、吹けないです。吹けないです。スラッと読めないタイプです。付箋は何のためにつけるの？この曲はここですよっていうためのものです。これは？これは私は出ないやつです。こんばんは。とりあえず出てないやつは一旦置きます。難しい歌とかいっぱいあるんだよね、困っちゃうわ。困っちゃうわ。あ、そういえば何かで発表あったと思うんですけど、22日に AKB ビューティーさんの配信に出ます。見た方いますかね。そう、書類の整理です。見てください。やばい、歌いそうになった、危な危な。一緒に出るメンバーは話したことないんじゃない？そこのあなたはこの前の配信を見てないということですな。
見ました。アミさんはちゃんとお話ししたことはないけど喋ったことはあります。私のことを覚えてくれてたらですけど、コミさんはありますよ。普通にこの前もお話ししました。よいしょ。あ、もう終わる、もう終わるから待っててちょうだい。チームが違うのかな。お二人ともチームが違いますね。しかもアミさんとコミさんはね、親友ということで、私はちょっと私がいていいのか不安になりましたね。なんかさ、見開きになるようにノリで貼った方が良さそうだね。ねえ、仲良くなるチャンスかな。ミーヨンさんとはね、会う約束したんです。めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ。終わった。まあ、なんでそこに挟まれてるっていうか、まあ、お仕事なので、別に挟まれてるって言い方はもうしてほしくないんだけど、お邪魔しちゃっていいのかなとは。おお、これじゃない方がよかったかな。ちょっと出てきちゃうけど、もういっか。いやよ売り上げ良かった。でも2回目出てる人いっぱいいるよ。やりました。ミニ舞台もこれを持ち運ぶとなるとちょっと重たいね。もうやらなきゃならん。美容担当ね、ちゃんとね、担当させてもらったからにはこうやってやるとなんか水色なんだよね。本当はピンク系が欲しかったけど、担当させていただいたからにはね、ちゃんと商品を売り上げなきゃいけないの。私も宣伝することしかできないからさ。でもね、頑張りたいよね。よいしょ。とりあえず付箋は力強い。あ、そう、もう買ってくれた人いますか。そういえばだけど、あのオールインワンゲル購入したよって人でも、あの配信で結構買ってくださってる方もいたので嬉しかったんですけど、結構幅取るなこのファイル。ありがとう。まあ、なんだろう、今回はオールインワンゲルなんですけど、まあ後に違う商品とかも出すかもっていう感じなので、見て、可愛くない？でもなんか髪出たらすごいシワくちゃないですか。そう、よいしょ。ご時世手渡しってのが難しいからね。確か手渡しとかだったら絶対売れたんだろうけど、
でもあんなに、なんだろう、質感もいいし匂いも本当にいいので、なんだろう、男性ってごめんね、またこんな話するんだけど、男性って、うん、まあなんだろう、化粧品にまあ詳しくない方がきっと多いと思うので、まあ、うん、興味がない方も全然いると思うんですよ。でもまあこれを機にやっぱねコラボするってなかなかないことだから、うん、ぜひゲットしてくれたら嬉しいなと思ってますね。なんかお世辞なしに本当におすすめですけど、まあ男性の方って日焼け止めとかも塗らないから、まあシミとかそばかすだったりとかニキビとかもできるし、まあなんだろう、皮脂汚れ、まあ顔から出る油分、油だったりとかもあるし、まあそれを、まあ、洗顔とかする方もいると思うし、まあ、ヒゲ剃りとかもする方もいると思うんですけど、それをなんか泡立てた洗顔だけでとか、まあ、水洗いだけでいいやって思ってるとめちゃくちゃ乾燥するんですね。そうとか、ヒゲ剃りしたまま放置しておくと、まあ毛穴が傷んじゃうみたいな、なんですね。私も、まあ、自分の肌に合ったものは見つけられてないんですけど、まあ、なんかなんだろう、本当に女性はそういうものをいっぱい買うじゃない、化粧とかもしなきゃいけないから。まあでも今はマスクあれだったりとかもして、マスクでもすごい擦れて乾燥したりとかもするので、とりあえずオールインワンだから1個もうこれ買ってあれ買ってってしなくてもよくて、もうお手軽価格でっていう、そう、なんだろう、そう、化粧水つけるのもいいんですけど、やっぱ化粧水だけだとなんか逃げてっちゃって水分が、 それに余計乾燥しちゃうっていうので、本当に、まあ、化粧水と乳液持ってる方は乳液ちょっとだけでも塗るとだいぶ保湿はしてくれるんですけど、まあこれも買ってあれも買ってっていうのがめんどくさい男性の方に本当におすすめのオールインワンっていう感じですね。私も女でもめんどくさいので、オールインワンってめちゃくちゃ助かるので、結構オールインワンのものとか使ったりするんですけど、冬とか特にもう乾燥、暖房とかも乾燥しまくりなので、絶対ゲットしていただけると。白く粉吹いてるの好きだったけど、これ乾燥しそうですね。それは乾燥ですね。好きって何？ちょっと待って、好きって何よ。うまくなった？そう、あと入れ物もね、なんか女性っぽくなくて男性っぽい感じなので、くーちゃんビニールカシャカシャしないので、しないの、ガシャガシャしない、こっちにおいで、よいしょ、こんばんはって。でも本当に高っていうほど高くないと思うので、ゲットしやすいのではと思ってます。なんかこうやってビニール袋をね噛むの好きなんですよ。ねえ、クオよく来るんだけど、現地はなかなかこうね、
んで1980円くらいの安い。マジで匂いが本当にいい、女性の匂いすると思う。めっちゃ楽しみ。パッケージも可愛いってね、めちゃくちゃいい言い方ちょっと悪かったかな。そうでも、男性も普通に好む匂いだと思うし、めちゃくちゃいい匂いです。でもじゃあ逆になんか何もつけてないよって方どれくらいいますか？あんまりないかな、何もつけてない人は。今肌に化粧水とかも何もつけてないよって方いらっしゃいますか？つけてないですよ女子力。あ、意外といたんですね。でも私のお父さんはなんか昔出会った人に絶対化粧水はつけた方がいいみたいな言われて、お父さんはもう20歳くらいから毎日化粧水と乳液つけてて肌がめっちゃ潤ってます。ヒゲも生えてるんだけど、やっぱつけた方がいいぜって私にも言ってきましたってくらい変わるらしいです。でも全然肌荒れとかもしてないから、やっぱ毎日欠かさずつけてるので、もう結構40年以上つけてると思います。まだ間に合います。そう、確かに清潔さとかもねあるので、男性は特にやっぱヒゲっていう悩みがね、ヒゲ生やしてる方も全然いると思うんですけど、部分的に剃ったりはする方が多いと思うので、そこの乾燥で荒れてしまったらね意味がないので、だからこそのオールインワンがおすすめですね。ね、おすすめって言って、よいしょ、おすすめだよって。なんかスタッフさんもマスクつけてるからヒゲ気にしなくなったって人が多くて、でもやっぱ大事です。そうね、マスク荒れも、やはり保湿とかもね大事なので、私も結構最近ニキビで生きてきたんですけど、ねえ、不織布ね、やっぱ荒れるね。私も不織布でめちゃくちゃ荒れてるから、本当はピッタつけたいところだけど痛い。不織布じゃないとね、
コロナ予防はできないので、くっちゃんが甘えん坊さんになったね。くっちゃん、携帯かじらないの。嬉しいんだろうね。ニャッチはその愛情表現が苦手な子なんだろうね。私と一緒かもしれない。 Twitter のなーたの写真天使だから見て OK 見る OK 見るよいしょ。ちょっと冬服を整理したんだけど、めちゃくちゃ網目のニットみたいな厚めのニットがさ 1,2,3,4,5 個くらいしかないんだけど大丈夫かな。5個あれば十分ですか、ニットって。レイちゃんのこの動画って誰が作ってるの。いつもめっちゃ気になってる。どうやって撮ってるの。コートはある。コートはね、向こうに3個とこっち持ってくの2個くらい。なる？なるはどこ？ダウンジャケットって何？ダウンジャケットって何？カシャカシャカシャみたいなやつか。あるけど、なんか色が微妙くて。今日はコーヒーキャラメルラテみたいなのにチャレンジしたんですよ。結構まあまあ苦いコーヒーでだったんだけど、ちょっと飲めなかった半分しか飲めなかった。ちょっ
とまだ私にはコーヒーは早かったみたい。あー、羽毛布団みたいなのはないかもしれない。ちょっとふわふわなのはある。ここだけ。カジュアルな服全然着るよ。ジーパンとかってことでしょ。無地なもの着るけど、でもね、可愛いのが着たいけど、可愛い上着買ったのよ最近。最近買ったのよ。いやでも黒買えばよかったって後悔してるけどね。出てくるかな写真。通販で見た方がいいかな。これだ、この茶色の上のやつ。黒とね白があったんだけど、全部かわいいな。茶色買った。なんで茶色にしたんだろう、ちょっとよく分かってないけど、ちょっともこもこ、確かになんで茶色買ったんだろうって今めっちゃ疑問に思ってる。まあ可愛いか、可愛いか。茶色が一番可愛い。本当？それなら良かったけど。本当？そう言ってくれるならまあ、まあ、アウターとかねちょっと汚れたらね嫌だね。洗いにくいもんね。冬服なかさばるからね、困っちゃうね冬服は。このニット着ると思いますか？紫のお花もうしますよ。なんかでもケバケバになってきたんだよね。なんか毛がふわふわしてきちゃった。だからちょっと長いのがなんか、いやどうしようと思って着るかなと思って。
着るよね、可愛いもん。ねえ、髪伸ばしたい。髪伸ばしたい。なんか漏れてるし、この日の写真。エクステ、私だから変な潔癖だからエクステつけたいって思えないんだよね。つけたいんだけど、ちょっと変な潔癖で。傷んでる。でも結構バシバシ。でもなんかこっちの方が大人っぽく見えるかも、自分的にね。そう、でもなんか劇場とか立つとなんかアレンジがなくて飽きちゃう。プライベートだと全然いいんだけど、この長さで。日常はこの長さでなんかいい感じに巻けたらなんかそんな気にならないけど、ステージ立つときになんか飽きちゃう。具体的には長くても平気なの。まあカツラだからね、長いも短いも関係はないかと思うけど、長くしたらその分しまうからあれかもね。カツラもう採寸しちゃったからサイズがなくはなっちゃうかもしれない。そう、今回で劇場とかめっちゃ出るようになったからさ、アレンジ効かないなと思って、この長さ何パターンかしかないから、自分のやりたい髪型とかも少ないしね。髪短い方がカツラつきやすいって言ったら、まあそりゃそうだろうね。長いの全部ここに収納するってことだから、短かったらってきっとこんだけじゃ似合うかな。私あんな和風のカツラってオールバックだよ。でもおでこ広いから似合いそうって自分で思うんだけど。
のカバン持ってて使うと思いますか。こんなちっちゃいの使わないかな、迷ってる。お気に入りでもシンガポールで買った確かシンガポー、シンガポー。よいしょ。私めっちゃ今財布変えたくて、もうめちゃくちゃ変えたいんだよねっていう話この前もしたもんね。やめとこうかな。もう小さいかばん、財布と必要な化粧道具とかリップとあのファンデーションとか、私はビューラーも入れるけど、うん、ほんとちょっとした時にしか使わないけど、長い財布は買わない絶対。スマホ手に持ってる、手に持ってるか向こうに入るか、無理にって普通に入れるかポッケかですね。女の子はねカバンがだいたいちっちゃいから長いのね使わないんだよね。どこの携帯が大きくなってくるからさ、ポッケにも入れづらいよね。ポッケがちっちゃいんじゃなくて携帯が大きいんじゃない。もうだからケースも欲しい。もうやだこれ、もうバキバキなんだよねこの辺とか落としてるから。わかります。男性は結構長財布派の人だよね、人多いよね。だから男性って長財布使ってる人しかあんまり見たことないかも。でもさ、外したら危ないよね、絶対落とすし。え、全然女の子でも長財布使ってる子いると思うけど、私はねカバンがちっちゃいから、ねえ iPhone ケース買おうかなって思って早いんだ。めっちゃ何ヶ月かたってるんだけど、みんなは今スマホケース何使ってますか。ね、お砂糖ると運気落ちる逃げるっていうのもあるよね。シリコンのやつ、ポケモン、うわーパープルいいな。確かにパープルだったら全然透明でいいわ。アイフェイスの仲間透明のやつ使ってない。透明多いね。やっぱおめえに飽きる日が来るとは思っていなかった。なんで黒にしたんだろう。うちでいいけどさ。どうしよう。
9点で買い物してる人います？ iPhone ケース見てみようかな。私9点で買い物したことあんまない。 iPhone11 ってやばいね。私まだもう13出てんのに。だってこれ2年前くらいだから、2年前はねストリート系とかそういうのが好きだったから多分黒にしたんだろうね。やっぱ安っぽくなっちゃうね。安っぽいケースあんまり今気分じゃないんだよな。ちょっと高そうに見えるのがいいな。だからかな。11新しい方本当に無地にすればいいのかな。ゾゾタウンで見てみます。iPhone ケース、一時期このさビスケットのケース買おうか迷ったんだよね。子供っぽいからやめたんです。邪魔かな、こんなの。ちょっとでかいよね。ポッケには絶対入らなさそう。ちょっと待って、可愛いの見つけちゃった。見つけちゃった。買おうかな。見つけちゃった。黒ないの？ピンク可愛いけど黒が良かったな。うわー見つけちゃった。付け払いにするか。ピンクか。これにピンクってどうなんだろう。あー、じゃあ可愛いかどうかみんなに聞いてみる。どうですか。でもこれに黒って気になるかな。かわいい。いや本当はね黒があったんですよ。黒の方がしっくりくるけど、ピンクもかわいいね。でものピンクもあるけど買おうかな。とりあえずちょっといいね押しとこう。
スケ払いって怖いね。でも買えないお値段じゃないけど、付け払いって嬉しくない？ん？売ってる。セブンとエイトと SE か。サイズが違った黒。11はピンクしかないっぽいです。マンスも可愛いけどな。一時期これ買おうか迷ったんだよね。里根が持ってたよね。でも私はちょっとこういうタイプではきっとないので、いやもうなんかこれは可愛い女子じゃない気がする。このケースは変なこだわり。ごめんね、もうちょっとしたらドボンやるから待ってて。あ、手帳型も可愛いな。けど開くのめんどくさいよね。迷ってる。変なとこで優柔不断出るからちょっと待って。ねえ、やっぱクリアがね無難なんだけどね、私クリアに飽きちゃったのよ。買う。買おう。住所ってるか確認する。土曜日に届く。東京に、ね、
携帯11だよね。ここに置け。さあ。お盆しようか。よし。楽しみ。つけたらもうずっとこうやってやっとくわ。こうやって。めっちゃダメ。今日はこうやって作って、あ、ごめん。さあ、いいラコット。もう開きます。コメント返るからみんないいね押してね。じゃあ36分30秒で押してください。わかったか。36分30秒な。わかったか。返事だ。36分30秒です。やばい、携帯ケースちゃんとつけるの久しぶりだからめっちゃ今ウキウキしてる。ウキウキしてるよ。いただいた鬼滅も取りに行かないと。持って帰れるかな。そんないっぱい持って帰れると思います。20巻くらい持って帰れるか。梅こぶちゃっとマーク、ナトリドンさん、ユーアットマーク、特製ヤニョンさん、マパラギちゃん、やったー、ありがとう。あ、じゃあもし、あ、じゃあちょっとルール決めよう。もしこの私と一緒にドボンした人中で負けた人はなんか愛の告白をしよう。どう？誰に？え、ファンの人は私にでもいいし、誰にもいい。私はそのみんなに、うわ、こうやってやったら負けらんねえってなる。負けらんねえって。
やむシャワーシャワー、見せていいのかな、ムパラギちゃんです晒しちゃよくないかな、ちょっとあんまり仕組み分かってないからやめとくか、ちょっとやめとくか、ただ晒して終わっちゃったからちょっとやめとこうかな負けたよって、あ、じゃあムパラギちゃんは私の好きなところ一つ教えてください、次39分30秒です、お願いします。全然恥さらしでもなんでもないねうそ、セナタンに当たった、いつの時間になっちゃう、売ってるかな、次39分30秒ね、サブ全部が可愛いところ、やった、嬉しい、私が得するだけじゃんこれ私が得するだけじゃん、ありがとう、どうしよう、じゃあお題変えてこう、うーん、待って何人いるかによるね、4人いた場合にしようじゃん、4人いた場合、次は、あ、いないわ、多分次4人揃った時は、自分の好きなところを一つだけ言うめっちゃ嫌な企画じゃない、どう、嫌か、嫌だよねみんな4人いるの、終わっちゃった、私は今回2人かな、私含め2人で2位でした、次41分30秒です、4人揃った時ね、私と昔の時になかなかないかな、41分30秒マジマラちゃんかなと、マジマラちゃんだ、お、来るか来るか、こんな企画やだろうね、みんなからしたら、当たるかな、惜しい、ミユのファンの人かな、ありがとう、普通に名前呼ぶの忘れてた、なんかいろんなことを同時企画できない、マジバナちゃん、リンゴリンガーさん、ありがとうございます、あぶねえあぶねえ、やめて、当たりたくないみたいな、やめてよね、4人揃うのなかなかね、あれだけど、いやだからこそレアなんだな、この4人揃っていう企画レアじゃない、ちょっと本当ノリノリでやってる、それならいいんだけど、次4人揃った時は負けた人、ビリの人がドボンされた、誰かにまじまじドボンされたけど、
3人しかいないから次43分30秒です。3人しかいないからセーフ。4人揃わないとやりません。神企画。4人揃うか揃わないかだねこれ。でもまず家のちゃんが B だったら何しよう、何がいいですか、考えて。誰か自分の好きなところとかのがいいかな。さあ来た来た。ヤッスンさん、キングサットマークリランチさん、一応ね、一応新血さん、よっしゃ来たやっちゃった、やめて来たよ、絶対負けない、絶対負けないよ。ドキドキしてきた。もうやだやだ、これはどうだ、どうなる。キングスさん、キングスさんリランチだけど良くないかな、これはちょっと。おー、キルキルってる。お見逃しにしときますか。次45分30秒お願いします。危なかった、3位だった。ちょっとあれかな、あんまり良くなかった。この企画やるにあたって結構難しいかな。次からやりましょう。じゃあ、地元を好きなところ、おーいいですね。地元どこなんですか、キングスさんの。いいですね、地元愛が強いということ、いいです、素晴らしい、ありがとうキングスさん、みんな拍手して、いいですね。お、来たよ。ユーナのワイフさん、ワイキアとマグナタン神吉さん、秋13さん、ありがとう。これなかなかさ、コメントしないタイプの人だったらちょっと困っちゃうね。沖縄、おーいいですね。私も沖縄2回しか行ったことないけど、本当に沖縄いいところなので、もうその理由がわかります。いいですね、上手、褒め上手。カードがないよ。いやでもね、頑張ったら勝てそう、頑張ったら勝てそう、頑張ったら。無理だった、無理だった、勝てなかった。まだ分かんないけど、頑張れ頑張れ。無理だ、もう無理だ。
無理、長い。勝ちたい。無理なんだけど、勝てないんだけど。ちょっとバグっちゃった。長いですね。あ、終わりました。秋、133さん、秋さんいますか？私2位でした。秋さん、自分の好きなところ何ですか？次、9時50分30秒です。お願いします。いるかな。お題変えた方がいい。これお題変える？なんかいいお題ないですか？次9時50分30秒ね。あー、ゆうなちゃんの直してほしいところ、いいね、それ言ってこう。この企画じゃないと言えないことそれ。じゃあ私も自分で直したいところっていうかね、私が、あ、ファンの人の好きなところ言うの。だって出ちゃった。まじまなちゃん、レディオスさん、ワイキャット、マクナタン、神吉さん。私は負けたらどうしたらいい？私も直して教えてくれたらいい？迷う。どうして出していこうか迷う。楽しみなメンツ。メンツやばい。ファンの人に直してほしいところないよ別に。うんじゃないけど。はい、これは言い出しっぺが当たるというものはこういうことか。まちまなちゃん負けた。次52分30秒です。まじまるちゃん負けた。めっちゃおもろい。すごくない？すごいんだけど。助かった。これまじまるちゃんが言いたいだけだった、もしや。52分30秒ね。めっちゃおもろい。じゃあ私の直してほしいところ、まじばなちゃんありますか？さあ当たるかな。当たった。次、クロキアントマーク、ゆうなどこうさん、やっすんさん、なおさん、ありがとうございます。やったね。当たった。揃っちゃった4人。待って、ドロスリーするか迷う。
いやしちゃダメだな、ちゃんとやろう、ちゃんとやろう。優しさ私のこっからの追い上げよ。追い上げていくよ。ドロースリー3つ来たらもう確実やんね。それもちょっとあれかなと思ったバースト回避させてあげた。ちゃんとね、それはもう確実じゃん。お、みんないつもより集中してる。負けそう。負けそう。ドボン黒剣さんドボン。黒剣さんは私に直してほしいところ。次、55分30秒いけたらいけるかな。いきますよ、2。握手会ってなんかじゃんけん禁止って言われたことあるよね。私だけじゃないけど。バースト回避ありがとうございました。最後に上がってかっこよかったです。ありがとう、こちらこそなんちゅう名前なのこの人。いやでも揃ってないんだよね。負けたら人生の終わり。絶対マジバナちゃんだろ絶対マジバナちゃんだろ。いなかった、一人しかいないバレバレね、企画でじゃんけんやったのにじゃんけんダメって言われたことあるんだよね。そうなんですかって言ったことあるけど。嘘、マチャリヒントアンド。いっぱいいるね、メンバー。4人揃うことがまずねないとこの企画ね、あれだね、ダメだね。今日めっちゃお腹すくんだけど、なんでだろう。でも久しぶりにこんなお腹すく日がある。ね、私って日本語おかしいよね。最近直してほしいとこはないよ。本当にお世辞抜きで。夜ご飯はね6時半くらい食べた。ラーメン食べたい。おー、ちゃんと送ってくれてる。マジバナちゃんはないんだね。
弱音吐くとこ、でもその後前向きなとこが好きです。あーちゃんと、なるほどね。でもなんだろう、なんかポジティブなとこあれば結構ネガティブだと思うんだよね私。でもこれは結構大人の方とかに話すんだけど、まあ、8の子がすごい実力がある子が多いから、なんか自分なんかって思っちゃいますって言ったんだよね。ねえ、この時間のカップラーメン一番美味しいよね。てかこの時間のラーメンが美味しい。マジボラちゃん最下位だし、またもうちょっと遅い時間がいいな。でも次59分30秒、お願いします。いけるかな。しゃべりながらやってるドボンは楽しいかも。59分30秒ね。うん、音じゃない。さあ、きたー、やすんさん、ロロさん、カバさん、カバ、まあコンコンさん、ありがとう。どうなるかな。ヤスンさんそれはあかん。ロロさんにドボンした。あかんそれは。次10時1分30秒です。めっちゃ早い。めっちゃ早い。めっちゃ早い。瞬殺だった。10時1分30秒です。じゃあロロさんお願いします。逆に私負けないね今日。もう4人揃ってるから。ロロさん直してほしいとかめっちゃありそう。偏見それ、やばいやばい。心構えしとかないと。ドキドキ。言いたいことがあるんだよ。よくやったね全通で MC。 言いたいことがあるんだよ。違うね。47の素敵なあの街。うわ全通やりたい急に。マジバナちゃんにお見通しやなってことめちゃくちゃあるってことか。やだ。いそうだよ。ナンバドラさんしかアットマーク2割さん、ノムムンさん、サダビさん、ありがとうございます。さあどうなるかな。どうなるかな。嘘、イーハンさんと当たった。それは私緊張しちゃうな。めっちゃドロー2するやん。勝てそうって思ったのに勝てなさそう。カード増えると勝てなさそうって思うよ。
やばい、焦らないで、大丈夫大丈夫。頑張ったら勝てるんだけど。無理無理、全然勝てない、抜けれないよ。え、一つ目とかあんの？待って、最近は少なくなったけど、アンチに構えすぎるとかなるべくスルーしましょう。はい、これはもう大人にならないと。サダビさん、よろしくお願いします。次、5分、10時5分30秒です。お願いします。10時5分30秒ね、お願いします。ボン頑張って10時半くらいまでしたいなって思ってます。さあ撮るかな。あ、くるくるしてる。あ、来た。落ち込んでるとファンが励ましてもネガティブな声を信じがちなとこ。おお、すごい具体的。なるほどね、誰もいなかったありがとうございます。そうだよね、ファンの方を信じるのが一番ですよね。ありがとう、本当自信を持たないとだね。ありがとうございます。すごい、なんかでもいい機会じゃない、すごい、こんな素敵な機会でよかったの。罰ゲームでも何でもなくないこれって思ったけど、もうさ、東京はさ、アウターがいる気温ですか。アウターを着て帰ろうか迷っているんですけども、歌える？よかった。じゃあ1個来て帰る。終わっちゃった。次7分30秒いけるかな。お願いします。よかった、じゃあ来て帰るね。ね、冬服とか結構持って帰りたい。もうほぼ送るんだけど、早めに送ってもらわないと寒いよね。おお、惜しい惜しい、一人しーちゃんファンの人がいる。クロケンさん、リンゴリンガーさん、ありがとう。
空いちゃったな。でも結構実家にいるときは夜中にお母さんとインスタントラーメンとかカップ麺とか半分して食べてたのが懐かしく思える。今日食べようかな。ごめんバーストさせちゃった。めっちゃ無意識だった、ごめんなさい。次9分30秒です。ごめんごめん、めっちゃ無意識だった。9分30秒です。さあ、あ、惜しい惜しい。ドイツハミルトンさんとムパラギちゃんかな。カード的にはありがとうございます。私コスメ配信の詳細何も聞いてないけど、なんて書いてあったんだろう。なんて書いてありました。誰か教えて。ブログに書いてあるんだっけ。エゴサしても出てこなかった、そのブログのやつ。次12分30秒です。あ、配信があるしか言ってない。私も全然何するか聞いてない。キーちゃんさんじゃないよ、アミさんです。緊張する。でもどうしよう。緊張するよ。新血2号機さん、ありがとうございます。みんな撮ってる？
くりした、コメント動かない、終わっちゃった。次、14分30秒です。コメント来ないから焦っちゃった。14分30秒です。ん、最後の何これ、晩酌合ってますか。晩餐、はい、晩餐ってのに最後に食べるものは何ってこと。そんなのでいいの、そういうこと合ってる。拭かないで何に拭いて晩酌え、晩餐って何、食べるもの。当たんなかった。ゆきくんさんありがとう。当たりたいけどもう直してほしいとこはない。ほら、くびしちゃった。企画変えよう。首すごいね、眠くなってきちゃった。もうなんか4人揃わなくなってきちゃったよ。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。終わった。次、17分30秒です。17分30秒です。花粉症かな。でも季節の変わり目、気温の変わりでいつも風邪ひきちゃう、ひいちゃうから鼻水ピーピーになっちゃうだよね。さ、当たらんの。秋の風さん、ナンバードラさん、しか、アットマーク2割さん、ありがとうございます。わー、なんかすごい4人揃った、いいなー。なんで揃わんのだろう、こんな。ドローボーされちゃった。早いよ。次、19分30秒です。
もうごめんなさい。いいや。次19分30秒ね。音が変。ん？携帯？あ、じゃあ iPad？ さあ、どうでしょう。来た。タカさん、台湾のライザさん、ココナッツさん、ありがとう。ああ囲まれたやめて、変な音聞こえる。嘘、なんでだろう。ドボンされてるやん。ゆなちゃんに直してほしいとこありますか。ない、なさそう。え、ドボン返し。嘘、目の前で見ちゃった。タカさんありますか。次21分30秒でやってください。タカさん、ドボン返しされてる。ピックアップガチャなんだ今もう。回避こう。マリアの SEC とユイの SEC が出たよ。ね、今日はいっぱい本の人書いてる。かな。うん、うんとか言っちゃった。スーヤさん、ユッシーさん、ありがとう。なかなか会えないね。急に4人揃わなくなっちゃった。23分30秒お願いします。もうそろそろ終了しますけど、23分30秒ね。
猫ぼっちゃさん、ゆうののワイフさん、 KTAK さん、きたー、やったねー、ありがとう。やったねー、やっとコザ来たね。色変えるね。すごいカード溜まっていくんだけど。え？終わっちゃった。はあ、ユーナのワイフさん。ありますかね。ないかな。次25分30秒。ね、あっさり終わっちゃったね。25分30秒です。対戦ありがとうございました。やばい、めっちゃ腰痛くなってきた。ね、全然負けないね。あの4人揃ってない時は結構、まあ、結構ではないけど普通に負けてるけど。さあ、いなかった。なんて読むのこれ。 KHANKLUAY さん、ありがとうございます。一人しかなかった。ニャカシュイタンだけど、あと何回できるかな。次28分30秒、次がラストくらいかなです。大変ありがとうございました。ラスト、みんな命かけていこう。押すのにめっちゃ命かけていこう。
た。小柳さん、あーいやー絶対まじまるちゃん、亀丸さんありがとうございます。ラストです。なんか自分が負けるオチが見えてる気がする。絶対負けない。絶対負けない。ねえスパッて負ける気がする。なんかこういうの持ってる自分だよね。だよね。奇跡、マジワラちゃんに勝った。奇跡。じゃあ、まじまるちゃんもな、直してほしいとこないって言ったから、権利譲らない、権利譲らない、権利譲らない。私の好きなところ3つ教えてください。私の好きなところ3つ。いや、持ってるわ。まじまるちゃん持ってるわ。すごい。こっちにしてよ、やっぱ。さすがまじまるちゃんだよ、もう。3つ教えてください。ね、美味しいとこ持ってかれちゃった。まじまなちゃんがアイドルかなってくらい持ってかれたよね。もはやここまじまなルームなんじゃないか。待ってよ。もう1時間くらいやってたと思う。結構やってたね。2時間ショールームしてるじゃん。そこそこ可愛い、そこそこ優しい、そこそこ面白い。おお。ちゃんとちゃんと褒めてくれてるじゃん。そこそこね。ありがとう。5万円つゆなちゃん5万円つです。ありがとうございます。じゃあこの辺で終わろうかな。ランキング読みます。13位梅こぶちゃとマークなとりどんさん、12位まじばなちゃん、11位あきっこさん、10位こばとマークぶんまうらさん、9位むぱらげちゃん、8位香港のケーキとマークななレンジャーとマークなとりどんさん、7位中心やとマークセリカ大好きさん、6位ゆうきさん、5位中心やとマーク超大物なとりどんさん、4位ペロペロチーノさん、3位2位 YK とマークドボン大勢ありがとう、楽しかったからまた企画しようさん、そして1位がロロさんです。ありがとうございました。
24時まではさすがにまだ1時間半あるわ。ありがとうございました。明日はもしかしたらお昼くらいにショールームしちゃうかもしれないんですけど、そのところは見てください。ということで今日も見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。またねー。